こんにちは、有馬かおるです。ご視聴どうもありがとうございます。今日はですね、テレビについてお話をしようと思います。でテレビというと、一般家庭には、まあ一般家庭じゃなくてもですね、ほとんどありますよね。テレビがない家って珍しいと思います。ただ5年前とか10年前に比べたら、やっぱこうなだらかに、テレビを持ってる、テレビが置いてある家庭って少しずつですけど減ってきてるようなんですよ。でファミリーは、まあ、ほとんどあるみたいなんですけど、一人暮らしをしている若い世代、だからまあ主に20代の方たちが、まあ、家を出て大学とか就職なんかで一人暮らしを始めますよね。でそれをきっかけにテレビをもう置かない、買わない、見ないっていう風になってきてるそうなんですね。でじゃあその人たちは何をお家で何してるかっていうと、もうやっぱネットとかスマホいじったりとか、なくても全然もう慣れたら平気らしいんですよね。で私はその20代とかの若い世代ではないんですけど、うちにはテレビがありません。どのぐらい前かな、3、4年ブラウン管が配信になった時がありましたよね。さ、4年ぐらい前でしたかね。であれからそのもうブラウン管が映らなくなってから、捨てちゃって、で引っ越しもして、テレビを買ってないんですよ。でもその前から、ある時からそんなに見てもなかったんですけども、でもう今全くテレビが見たいっていうのもないですし、もうテレビがない生活に慣れてしまうとものすごく快適なんですよ。でやっぱテレビがあるとダラダラ見ますよね。だって日課だったんですよね。やっぱりある時は、テレビがある時は家に帰るともうまずテレビ、寝るまでテレビだ、ついてる、見なくてもついちゃってるんですよ。皆さんもそうだと思うんですけども、音だけはしますよね、見なくても。例えばキッチンで茶碗洗ったりとか、なんか本読んでてもテレビってついてましたよね、ついてますよね今ね。でそうすると耳にはどんどん入ってくるんですよ。例えばニュースだったり、まあバラエティだったりドラマだったり、で洗濯物畳んだりとかね、いろいろしてるけども耳だけはずっと動いてる、耳には入ってきてるんですよね。でテレビってやっぱ一種の催眠ですから、洗脳なんです。であれでずっと、例えば CM だったりニュースもそうですよね。でニュースって結構ネガティブが多いですよね。事件がありました、こういう凶悪な事件が起こりましたとか、あんまりいいニュースって少ないじゃないですか。でそういうのをずっと聞いてたり見てたりすると脳にずっと入ってくるんですよね。でそれが取れなくなるんですよ。同じようなそういうネガティブなものがずっと入ってくると脳はそれをインプットしてしまって、なかなか抜けないです。だから催眠なんです。 CM にしてもこれ買え、あれ買えなんですよねなんで CM って買ってちょうだいっていうのが、まあ、趣旨なので、やっぱ見てない、聞いてないつもりでもどっかでやっぱり残ってるから、その CM に出てきたものをスーパーとかお店とかで見ると覚えてるんですよね。意識が、無意識のとこが、それでなんか無意識のうちに買っちゃうとか、それがまあ狙いなんですけど、私そういうのもあんま好きじゃなくて、催眠って分かってたんでもうテレビはいらないなって思って置いてないんですけど、今そのテレビの音を聞くと頭が痛くなるんですよもうバラエティもそうですし CM ももう全然聞けないです。で私はどうしてもやっぱドラマとかで
まあ、たまにやっぱ見たいものがあるんですよね。で、その時だけは、スマホにワンセグついてますので、それで見たりとか、あとは無料テレビの動画とかありますよね、パソコンで見れたり、ああいうので見るんですけども、それでバラエティとかを見てしまうとうるさくてたまらないんですよね。もうこんなにうるさかったっけって思うような感じなんですよ今で。昔はテレビをもうずっとつけてた時代はそんなこと全然思わなかったのに、今なんかこう頭がわーってこう脳の中にグーッとこう締め付けられるような、そんな感じがするんですね。だからもうバラエティだったり CM っていうのはもう受け付けない脳になっちゃってます今。で、やっぱドラマとかもどうしても見たいのだけは今でもパソコンとかスマホで見たりしますけども、もうそれ以外一切見てないです。でもね、その脳に入ってくるっていうのを除いたとしても、時間の使い方がすごく良くなりました。だってやっぱテレビついてるとついついなんか見入ってしまったりしますよね。あ、でこれが終わるまでお風呂入るのやめようとかね。でついついダラダラ見てて時間がどん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 失われていってたんですけど、今そういうことはないです。テレビがなければもうこれをしようって決めてこれをして、なんかそういう生活になれると、もうテレビない方がすごく快適なんですよね。だから多分20代のその一人暮らしをきっかけにテレビをもう買わないで置かないようにした人たちも、すごくやっぱ時間の使い方って以前に比べたら有効的で、いい意味で、いい時間の使い方ができてよかったんじゃないかなと思うんですよ。だから一番テレビを今見てる年代っていうのは、やっぱり年配の方、高齢者の方が結構家にいて、やっぱもう今までの習慣で家にいたら見てなくてもつけちゃって、でそれでやっぱ CM とかニュースとか入ってきて洗脳されてされ続けてるから、どうしてもね そこは しょうがないんでしょうけどね。だからまあテレビはね、もしね、きっかけ、例えば壊れたとかね、引っ越しをしたとかでテレビない生活ができる機会があれば、私おすすめですよ。テレビのない生活っていうのは最初は寂しいかもしれません、音がないと。でも今いろいろ音楽でもいいし、YouTube とかで別に見なくても聞こえますし、テレビよりずっといいですよ。だって自分の見たいものが見れるし。で、私は YouTube よく見ますけど、だいたい教育的なもの、自己啓発とかね、そういうのが多いんですけど、まあそれだけ見るとか聞くとかして、テレビみたいにダラダラは多分つけとかないと思うので、そっちの方がずっといいと思います。メリハリがあって、もう本当高齢者の方はね、今更もうテレビができてからね、ずっと最初にテレビができて、うわすごいな、テレビいいなっていうのでずっと来てるので、今更テレビがない生活って考えられないと思うんですけど、比較的ね、若い世代の方とか、まあ私ぐらいの年代でもテレビなくても全然大丈夫と思いますから、もう本当やっぱ機会があったら捨てちゃってください もう本当いいですよ ね。まあなかなかね、せっかくあるテレビをわざわざ捨てるっていうことはできないかもしれないので、機会があったらでいいと思いますし、あともうやっぱり消すことですよね、まめに。で、家に帰ってすぐテレビやっぱつけないことですよね。その方がメリハリがつくと思いますし、だらだらやっぱりこう見ちゃうので、どうしてもね、そこんとこはやっぱり自分でもう「はい、終わり」ってピッて消す習慣をつけるといいと思います。はい、以上です。
テレビのない生活のおすすめでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。